はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチーです。はい、ということで、今週はですね、こちら。なんかやる気が出ないという、このテーマについて喋っていきます。まあ、投稿してる自分側の願いとしては、これをね、なんとか脱出させたい。多分、これも6月の1週目に撮ってますけど、これで悩んでる方まだ多いと思うんですよね。もともと、これって5月になりやすいんです。まあ、5月病ってやつですね。なんかやる気が出ないっていう。で、それが、まあ、いろんなきっかけでね、脱出できる方はいるんですけど、 まあえっと割と学生のうちは6月に入ってもこれがね、抜け出せないっていう方が多いので、まあそれを抜け出すきっかけ。もうこれをしたら一発で解消だぜとはね、ならないんだ。それは先に謝っておく。ごめんね。ただ、ここに今3つ話していくことをちょっと取り入れてもらえると、徐々に徐々に変わっていくきっかけになる。で、6月の中旬とか後半には、あ、なんかちょっと治ってきたかもってなると思ってますので、よかったらね、最後までお付き合いください。 ただ、ちょっとね、あの本編行く前に一個だけ先に伝えたいことがあって大事なことなんでね。あの、やる気が出ない理由っていうのは、人それぞれいろいろ原因があります。理由がね。で、それが、なんかね、ほんと、理由がわからない。っていう子に対して今回アドバイスをしたいところなんだけど、 明確に理由が分かっている方、例えば失恋をしたとか友達にひどい裏切りにあったとか、もう明らかにそれが原因ですごいショックでもう何もやりたくないみたいな虚無感に襲われている方は、その方は別に参考にしなくていいです。というのは、それは心の休息が必要です。ゆっくりしてください。いいんです。のんびりしていいからその時は。 での時間がちょっと経過して、ね、時間がある程度癒しを与えてくれてそろそろちょっとね上の方にもう一回頑張りたいなって心から思った時に参考にしてくださいいいかなそういう大きなショックがある方が今は休む時だからねそこは勘違いしないでくださいお願いしますではちょっとね前置きが長くなりましたがまず1番からやっていきましょうはいということで やる気よりほにゃららが先、まあ、今回もねこの3つもし分かった方いたらもう配置検定2段ぐらいねいけると思うんですけどまずこれが一番がね一番言いたいことです自分からちょっと厳しいことを言いますけどやる気より、えー、行動が先です。あののー、自分もでですすね気持ちのムラが非常に激しいです、まあ、36歳になってますけどずっと36年36年間っていうかね物心ついてからもうこれです。 すごいもう波がある人間。で、あのー、よくね、生徒にも言われるんですよ。やる気を出す方法を教えてくださいって、まあ、YouTube でもね、今言われますけど、えっとね、これも書いとこうかな。ちょっと長いけど、付き合ってもらっていいあのでも、すごい大事にしてる言葉なんで。入ってるかなちょっと待ってね。いいかいやる気があるから、あ入ってるね。 やる気があるから。頑張るんじゃないんだよね。これをすごく大事にしたの。やる気があるから頑張るんじゃないの。続きです。あ、ちょっとあの倍速してもいいからね。飛ばしてもいいからね。 これです、ね、まあすごく大事にしてることはやる気があるから頑張るんじゃない頑張っってているるるうちにやる気が出るんだっていうでこれは自分自身で俺が学生の時にまあ気づいたこと、まあ、本とかにもね普通に書いてあるけど気づいたことで,でやっぱり自分の教え子にもこれをね、まあ、当てはめてというかこれを押し伝えてそれ通りにまあやっていくとやっぱり多くの子どもがこれだなって思ってただから今回も伝えさせてもらいます。 確かに、やる気が出たら一番いいよね。やる気がみなぎってきたせ勉強頑張ろうとかね。なれたら一番いいですけど、やる気が出るのを待ってたら、どん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 ,どんやる気が出るきっかけがなくなっていきます。なぜなら、そんなすぐには変わらないから。で、やる気が出ない期間が続きますよね。そうすると、自己肯定感が下がるんですよ。頑張れてない期間が長くなるから。頑張れてない期間がなと長くなって、自分に自信がなくなったら、やる気が出てくるわけがないんだよ。自信が落ちてくんだから。 だから、まずは行動なの。先に頑張ることが先。頑張ってるうちに、あ気づいたらやる気出てきたなってなってるの。あとで気づくものだから、やる気は。で、これは覚えててください。もちろんこれは、最初にも言ったけど、すごい心が疲れてしまってる時には響かない,いそ。大事にしなくていいから、今は休息だから。でもそうじゃなくて、なんかやる気が出たら頑張れんだけどなとかね。 で思ってる方は、まずこれを大事にしてください。頑張ることが先だよ。行動が先っていうのを、まずそれを大前提にして、2番、3番も聞いていただけたらと思います。で、次ですね。ちょっと青にしようかな。ほにゃららを下げまくれっていうことで、ちょっと強めの言葉を使ってます。あのね、下げるじゃないんですよ。下げまくってください。何下げるかっていうと、目標です。 まあこれは多くの先生があまり言わないですね。目標を下げろなんてことは言わないんですけど、自分はこれすごく大事にしてます。なんかやる気が出ないとき。えっと、例えばですね、えっ、ー、と、じゃあ行動が先って言われたから勉強頑張ろうと、まあね、頑張ろうって気がで起きないんだけど、まずやんなきゃな、やるかーってなるじゃないですか。で、その時に、まあ決めますよね。で、目標は絶対決めるんだよ。例えば、えっ、ー、と、今日投稿したの6月何日だ ?6 月7日かな違ったらごめん。多分7日だと思うんだけど、じゃあ6月7日にやることを、まあ、決めますよね。 今日やることをじゃあ例えば数学ねじゃあワークを、えー、P、えー、じゃあ15から20みたいなであと英語の単語を今日で50個とかね、まあ、こんなん決めていくんですよでこれは自覚してほしいんだけど、えー、とやる気が出ない時っていうのはさっきも言ったように自己肯定感が下がります自分自身自信がなくなってる時期です その時期に、まあなんかね、ちょっと頑張って、ちょっと踏ん張ってさ、目標立てようって思った時に、何やるかっていうと、ほとんどの方がめちゃめちゃ目標多く、まあ高く設定します。高い方がいいか、感じね。量を増やしちゃうの。なぜなら、低い量じゃ満足できない。自信がつく気がしないから、自己肯定が下がってるからね。だから目標を高くしちゃうんだけど、これをやめろっていう。下げまくれっつーの。 いい自分で決めて、いや、こんな量じゃダメじゃねって。例えばね、じゃあ英単語、じゃあまあ学年にもよると思うんだよ。で普段普通だったら30個、50個いける子が、じゃあたった5個とか設定します。たったって思うでしょ。ページもね、5ページがいけるはずだったけども、15ページだけ、1ページだけ、たったのって思うでしょ。いいんだよ。これでいい,い,い目標は下げまくる。なんでこれが大事かっていうと、いい。大事なことは、 これがね、絶対条件なんだけど、絶対にクリアできることなの。目標を。それが大事。もう難易度を下げていい。下げまくって構わん。俺が言ったから、配置のせいにしなさい。いいそれでいいから。ただ、絶対クリアする。いいかい決めたことは絶対にクリアする。これが必須です。で、でね。で、もし、じゃ1ページ分やりました。5個覚えましたと。 でも、まだね、覚えた時間がね、学校帰ってきた後も月曜だと思うからさ、学校帰ってきてやってみたら、いや、まだ夜の7時なんですけど、みたいな。いや、確かにまだ1時間ぐらいいけるかなって思ったら、い、そう思ったら、プラスアルファでやったらええやん。増やすのは構わないから、やることやってんのもいいじゃん。いいでしょでも、 例えば、さっきみたいに、じゃあ5ページ分とか50個って設定して、5ページと50個って設定したのに、3ページと、じゃあ30個ってやった子がいると思って、いいさっきのページ数で、だけど、やってみたら全部終わらなくて、3ページ分と30個の英単語を覚えたことで終わった人がいるとするじゃん。今、目標を低く設定しました。でも時間余ったから、プラスアルファでやったら、3ページ分と30個、が同じね。で終わった子がいるとするじゃんか、いい 目標を達成できなかったけどその数になった子と目標を達成してその数に上がった子やった量は同じなんだよ。どっちが自分に自信がつくってこっちなんだって。さっきのはちゃんとやってるんだよ。3ページと30個やってるけど自分で決めたことできなかった死がまず先行しちゃうの気持ちとして。だからどん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 自己肯定感が下がるからやっても意味がねえって。 私なんてどうせダメじゃんって。俺なんてどうせやっぱダメだよ。努力したって変わんねえよって気持ちが拭えないの。多分これを聞いてる段階でそれはあると思うんだよ。いいんだよ。それあっていいからね。いい自分なんてどうせやったって思ってても構わない。構わないけれど、それをなくしていくことが大事。そのためにやっぱ目標を下げる。下げまくる。いいかな。で、プラスアルファでやっても構わんから。いいかな。っていうふうにやってください。これがまず2個目。 で3つこれ大事なことねほにゃらら確認は忘れずにと何の確認かっていうと成長確認です自分のね自分が成長してることを確認していきますこれは何かっていうと例えば6月7日ねこうやってページ数やりましてで、ね、このページでいきますわ1ページ分とて英単語5個やりましたとじゃあこれ と勉強っていうのは新しいことを覚えることと思われがちですが、まあね、え自分がよく言いますけど、2つあるんです。勉強の側面は2つある。まず1個は新しいことを覚えることです。できなかったこと、できなかった問題ができるようになることです。これが1個。でも、もう1個は覚えたことを忘れないことです。定着させること。これが勉強なの。だからよくやりがちなのは勉強めっちゃ頑張ってます。すごい勉強時間あってページ数もいっぱいやってます。なのにテストの時できない。 それは右側の勉強をおろそかにしてるんです。左ばっかなの。どんどん先に先にやっていく。うちらパソコンじゃないからね。一回データ保存したら保存されねえぞ。忘れるからね、簡単に。だから抜けてってないかな。ちゃんと定着してるかなっていう確認がする。あ必要。 自分テストって言葉よく使いますけど、自分は。自分でテストしてあげる。だから、これをね、まあ、翌日でもいいし、6月8日でもいいし、6月9日でもいいわ。1日開けてもね。ここでやったワークの問題、まあ、間違った問題とかチェックするんだよ。チェックして、あとは英単語5個もそうよ。それ、覚えてるかなって、ここ。ここの覚えてるって、テストしてあげてください。で、それが成長確認になる。ちゃんと定着して、おちゃんと覚えてるじゃんってなった瞬間が、一番自信がつくから。 自分がやったことがちゃんとできるようになってる。覚えてなかった、わからなかったことができるようになってる。成長確認。もうこれの積み重ねをしていくしかない。で、そうしていくと、徐々に徐々に自己肯定感が変わっていきます。やればできるかもしれないって変わっていくる。その積み重ね、それをね、頑張るんだよ。やる気があるなまあないんだよ、みんな。まあ、やる気がない状態。辛い状態だけど、これを踏まえて頑張っていく。それを積み重ねていくと、あれ いけるかもしんないっていうスイッチがどっかで入る。で、そうすると気づいたらやる気が、まあ、やる気がみなぎるおっしゃーみたいな。まだいかなくてもいいから。でも、苦じゃない。ね。一週間前、二週間前の自分を思い出した時に、あの時に比べたらちょっと頑張れるかも、エネルギー出てきたかもってなるから。だからこの辺大事にしてください。で、もしね、これさ、さっき逆を言うと、この自分テストができなかった。あの、 覚えたはずのものが忘れてたりすると自信失うんよ。逆効果もある。諸刃の剣だから、ここは。そんで、そうなった時は何を思ってほしいかっていうと、自分テストをもっと早くやる。ちょっとインクごめんなくなってきちゃった。早くやるの。例えば6月9日にテストやりました。忘れちゃってた。じゃあ、もっと1日前だよ。1日開けちゃいけなかったんだよ。い 今自分で勉強した量をテストするためには翌日がいい。もし翌日でもダメだったら、こういう勉強を帰宅後すぐにやりますと、例えば。6時に帰ってきたら6時にやるでしょそれを1日空けずに寝る直前にもう一回やるの。で、一番いいのは同じ日にやると一番いいよ。一番同じ日にやるとね。で、もっと言うと、同じ日の夜、ね、寝る前に確認して、翌日起きた時に問題解くまでしなくていいから。ただ目で見て単語覚えてるから確認はもう数秒でできるから。そういった起きた後。 起きた直後にもやるとその日のうちの夕方寝る直前翌日の朝っていうこの3点セットやるとこれもガチガチに覚えていけるからもしね自分テストがちょっとうまくいかないっていう方はもっと前倒しでテストしてみるとあの自分のベストな自分テストのタイミング,のタイミングがね見つかりますのでそういうふうにやってみてもらえたらと思います。 はい、ということで、もう今回はこんなとこでございます。まあ、あのね、最初でも言いましたけど、やる気が出ない時に今ま、やる気が出ないってさ、このキーワードでこの動画見てくれてるんでしょ、みんな。いや、もうこの動画だ、見た時点ってさ、みんなすげえと思うんだよ。俺だったら見ないもん、きっと。 やる気が出ない。もう無理。もうこんな動画も見たくねえって思うはずなのに、それでも見に来たんでしょ。自分が変わりたいって思ってる証拠だから。そのためにはでもね、劇的に変えてあげられたらいいよね。この動画見たらさ、もう全てが変わるってなったらいいんだけど、俺はそんな魔法は使えないんだ。ごめん。だから、こういうこと、地道なアドバイスしかできないんだけれども、大事なことはまず行動が先なんだ。でも、目標を立てる。立てるんだよ、絶対。目標を立てるときはもう下げまくっていい。 ね、周りの友達とか親御さん、親とかになんか言われるかもしんない。そんな少ない量でって言われるかもしんないけど、ハイチが言ってたんだからしょうがないでしょって思っていいから、俺の名前出して構わんからい。で、少ない量で設定する。でも、自分で決めた量は絶対にクリアしてください。絶対だよ。で、クリアしてもらって、で、必ず成長確認、自分テストを行って、成長できてるんだっていう確認をしながら、一歩ずつ、い一歩 一歩ずつ前に進んでいって、まあこれを見てくれているのがね、もし6月のその1週目だとしたら、そうだね、中頃、まあ1週間後とか2週間後、まあ6月末ぐらいまでには少し変わってきたなって思ってもらえると信じてますので、すぐには変わんないからね、ちょっと時間かけてもらわなきゃいけないんだけれども、ぜひ試してもらえたら嬉しく思います。はい、ということで、今回は以上でございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。それじゃあ、1週間頑張ってね。またね。バイ